ちゃ、びっくりした。息も入ってんだけど。びっくりした。そういえば緩衝材で入れたって言ってたわ。あ、そうなん。うん、北ちゃん。北さんブラック。ワルキューレの布教資料が入っておりました。すごいね。この資料は月に何十時間も残業を重ねた頭のおかしな人間が勢いで作成しております。ところどころ言ってる意味が理解できない場合がございますが、ご了承ください。これほどの資料を作成しておりますが、アニメおよびライブ DVD の視聴を強要するものではございません。みんながあの布教資料だけで段ボール1個埋まりました。いや、そうなんだよね。こちら幕張メッセのライブ DVD、 私プレフォーを捨てようかなと思ってたんだけど、うん、みんなからの布教資料とか見なきゃいけないなと思って売らなかったんだよ。そう、持ってきました。はい、そう。あー、そう、これ、これ美味しいんだよ。熊本では運動会シーズンに小学校で配られる思い出の味、誰もが知ってるジューシーです。うわー、これいいんだよ。熊本民見てる？熊本県民の人、高評価してください。多くないってか、熊本県民。九州の方多いよね。多いよね。これあれだ、あの個人情報ぶっぱ系のやつ。この間もいただいたんだよね。めっちゃ美味しかった。お母様、これさ、プロちゃんの方で紹介させていただいた鹿児島でもらったデコポンストレート、これもうめんだよ。これとリンゴジュース。え、リンゴクラウディ、リンゴジュース、リンゴクラウディ、リンゴジュース、リンゴジュース、リンゴジュース、一生ジュースに困らんて。ドーナツ棒だって。あ、これ美味しいよ。え、美味しそ う, しそう。ご飯のともふりかけ。うわ、うまそう。結構いただこう私。え、なんかいっぱい入ってるよ。ででででで、うん、いや、鼻高いよね、ちふゆって高っ。ずっと思っとったけど、てかさ、私通り目のさ、アニメ2期見たいんだけど、ディズニープラスでしか見れないの、アニメ3期も。強要されてんじゃん。ディズニープラス、私もう Twitter のサブスクやめてディズニープラス入ろうかな。こっちの方がいい、有益な気がしてきたんだけど。カリムくん、うわ、超でかくてきた。ドラマイ、うわ、ニコニコクリアファイル、かわいい。進撃の巨人ジョイフル最近あったの知ってね。そう、大興奮してたんだよね。私店の前でぴょんぴょん飛び跳ねてたもん。うわー、死んできたーとか言って。全種類あるめっちゃ食べたんだね。ありがとう、ありがとう。全のガキだったね。水ちゃんのタペストリー、ありがとう。からのじゃん、お、ディアソックス、超大量の熊本ラーメン熊本の飯だけで1ヶ月暮らせるって。もう1個タペストリー、うん、ありがとう。そう、なんかみんなにこんだけ食べ物もらってるから、どんだけ消費できてるのって来てたけど、半年は生きてけそうだなって感じ。あ、そう、アトレコラボのアクリルボード、あ、やってたね、コラボ。なんか写真撮ってたの上げてた気がする。あ、ハッシュタグでつぶやいてんの見た。そう、え、やば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 3連単。これ私が5万円使って爆死してるのを見て、ゼロちゃん私買ったよって、絶対渡すからねって買ってくれたんですよ。で、私って幸せ者じゃないですか。天松かさキラキラカード、見て見て、ほらすごいよ。え、持って、みずきみずき、ほなみ、ももい、みずきみずきじゃなくてほなみやんすみんな私のこと好きすぎ、本当にみんな大好きなんだね。うわ、やるか、やるしかないって。これ今んとここっからは出てないもんね。そうなの単品ではもらったけど。そうなの、だってもうここで土方出たら 100% 土方だからね。ね、え、どっちだ。えぇ、ー、なんで、やば、そんなことある、やばくない。土方しか出ん、サンボックス土方。えぇ、ー、まだ準備してない。ありがとう。虹ちゃんの100均キーホルダーたち、虹ちゃんコースターたち、かわいい。歌手名もあった、ありがとう。いや、この子ね、あの私のこと把握しすぎ。えホロライブの私の推し、うさだペコラちゃんですバレてんの。これ見せていいのかな。確かにペコラめっちゃ好きで、実はきっかけはポケモンだったんだけど、もうそっからめっちゃハマって、金ハも全部見たし、うん、オンリーアップ、うんうん、もう見てる。めっちゃ好きなんですよ。アクスタめっちゃ可愛くない？可愛い。ホロライブのグッズ買い漁ってた山ができちゃったので、断捨離しようとしてたら、いつかのエペ配信でペコーラにハマってるって言ってた気がしたので。いや、ホロの沼だけは入ったら絶対帰ってこれないと思ってるから、あんまり入らないようにしてるんだけど、あのコンテンツは箱売りがうまい。いや、マジでこれさ、レアなやつじゃない？鬼滅学園のさ、あ、ねずこのやつ。そうだわ、めっちゃ可愛い。え、じゃあ鬼滅つながりでエマコレクション、パン、すごい質感が本当に絵馬みたいな感じ。印刷の感じも絵馬っぽいね。ね、私アクリルの絵馬コレクションは絶対違うだろうって思ってるの。アクリルなんだもん。外国人が考えた日本みたいな感じじゃない？ちょっと間違っとる感じ。そう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 。あ、あ、あ、え、めっちゃいい。おしゃれな煉獄杏寿郎。え、光沢の姿すごくない？ね、飛び出てんだよな。悪役だよ顔は。そして私にはカナルビからの、鼻が高いでおなじみの手冬くん、 BJ さん、下げる頭持ってなくてもいい、人も心は持て。
そんな声だったら嫌だよ。でもさきちゃんのカード4枚さきちゃんシール、ケモケモテンツか、うわ学園祭の最後にこんな顔見たら惚れちゃうでしょ、天馬、うわ王子様やん、なんか王様からのファイドン、はい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 、ドンはい、ドンドンドコドンドンドンドコドンドンドンドコドンドンドン、さきほなみみずき、これも私が当たらなくて暴れてた、あーた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 ー、初ドラ違う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 、たぶん私が当たらなくて暴れてたから多分最後までなんでおかしいじゃん、っちゃったのかな、世話おかしいじゃん、ありがとう、僕でもない、僕はプロセカのステッカーコレクション、あ見てこれ濃い線やつおりゅた、うわっ緑の下手すぎ、ちょっと緑の下手すぎる、あまりにも、あケモケモホナミ、うわっあらあらこのストーリー好き、オスだろ、キノコだっこももいさん、え可愛い、可愛い、できることならこんなギャルに出会いたい、グリカーン、さあアニメートの特典なんだけど、なんでピンポイントにうちらの推し当たる、それとも当たるまで買った、マジでそんなことないよね、でこちらにナナラな、なんとこのブランケットマジで神なんですよ、これほんとあったかいんぜ、ポタちゃんの車、私の使用用、ポタちゃんの使用用そして私の車にこちらも置くことになりました、ありがとうございます、ありがとう、めっちゃ、あ、でも軽そう、軽いけど、ほちゃほちゃ、縫いが詰まってんじゃない、だってコメントに来てたもん、モーリーオンラインのモーリーオンラインってコメント来てた、そいつ結構語彙力ないね、ないよね、僕なんだけど、あ、ポタちゃん、うん、わー、あ、パンパンパンだ、これ開けたら何入ってるか見えちゃう、マルゼンだ、え、かわいい、かわいい、マルゼンスキーさん、ちょっとさ、親近感ある、これから行く、いいね、いいね、え、これ何入ってんだろう、ユピさんから、え、字かわいい、女の子だ、お今年になってからの新参者ですが、新参者、え、だってさ、これプレゼント受付したの3月だよ、3ヶ月でプレゼント送りたいってなる、うちらの魅力やばくないそっちか、あ、そっちか、開封動画が好きな理由は推しではなくても可愛い、いいねとおっしゃる2人がとても素敵だと思うからです、うんうん、事実だからなんだけど、ね、ガチすぎる時はって顔するけどね、そうねそんな2人でお送りするのはほとんどがゲームセンターの景品です、おー、じゃあ、ガチ勢だ、ガチ勢、本当にガチ勢なんだ、実際の店舗でのプレイもネットクレーンもどちらも好きです、今回獲得したのはプロセカウマ娘、鬼滅通り部、イニエシャ、ツイステ、スパイファミリー、イニエシャ、え、イニエシャ、あー、かわいい、え、かわいい、これヌピの紅茶だって、めっちゃかわいくない、なんか色がゼノプロやね、確かに、あ、何や、うちらが神引きしたと噂のステラ2枚抜きした、へえー、じゃあ次何当てる、うちらの狙いはね、ステラとペンギンだったんだけど、うん、それ以外にしたいよね、さすがにイーデン校のマークかキメラ長官じゃない、年パス勢でもスパイファイグッズほとんど売り切れてたから買えなかったって書いてるわ、やっぱ早いんだね、これはねカードから出した方がいいっていうのを知ったので ね、カードからいきますよ、いくよ、はい、もうこれだけ見てさ、スパイファミリー見たことない人見たくなる1枚だよ、ほうベッキー、うわー、いいシーン選んだな、これってことはパパだ、そっか、これすごいんだけどクオリティ、裏違うの、ね、裏表なってる、え、すごー、すごー、じゃあ2つ目カードから、ピン、あ、これはもうステラ3つ目よ、うちらもうインペリアルスからもうまっしぐらよ、ねえ、最後の1つ、じゃじゃじゃん、あれ、え？あれ？アニャビキ？パパー！かわいい！ちいちゃん。ちいちゃんの CD。ゼノプロを知った当初はまさかお二人がエイペックスが好きだと思わず、知った時はとても驚きました。なるほど。コメントをするのが苦手で一度もコメントできてないので、この手紙をきっかけにできればなと思います。なるほど。そんなエイペックスがお好きなお二人に、エイペックスのステッカー。ん？え？え？ちひろは？ちひろは関係ないの、この子めっちゃ頑張り屋さんなんだよ、そうなんだよ、いや、ないないない、やだやだって、何、良すぎてチャイナ服ってなんでこんな魅力的なのかね、男女共にいいよね、いや、わかる、わ、え、めっちゃいいじゃん、これボリューム4だよ、じゃん、おー、うわー、ボリューム2、あー、ざとい、全部プチプチに包んでくれてる、私引っ越しして思ったけど、みんなのプレゼントさ包むの頑張りすぎ、めっちゃ大変だよね、あ、これめっちゃ可愛いんだよね、ダスカのアクリルキーホルダー、ウィニングライブ、いや可愛い可愛い、イニエシャってそういうこと、メダルストッパーにするな彼を、殺生丸はねそこら辺で拾った幼女と結婚するんですよ、はい、でなんかいろいろ言われてましたけど、私は結ばれてほしい人とはね結ばれないんだけど、でもその理由もねちゃんと理解できるから、私は全然いいと思う派です、でも物議かもしましたよね、え、
ぜ。え、かわいい。ちふゆの寝そべり。口あざと。え、かわいい。ね、え、教授の眉毛角度45度。待って、みんな。やばくない？これ。パンパンパンだよ。すごいよ。ね。じゃ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 。じゃじゃ。え、なにこれ。なにそれ、なにそれ。収納ボックスだって。バッグだと思った。こんなのある？へえ、めっちゃいい。あ、で、これがエイペックスのステッカー。また遊びます。はい。じゃあ、これから行こっかな。え？ポチた。ねずこ。これ初期なんだけど、キービジュ。ねずこ。ねずこ。ねずこ。え、かわいい。テーマ。さき。わあ。みずき。このシリーズ可愛くない？ビジュが好き。なんだ？お。うわ、もうこのプリンでわかるじゃん。うわ。かわいい。え、かわいい。え、ほんなもくない？石田三成。ねえ。マジで？うわ。え、かわいい。顔いいな。ちふゆの大きい寝そべり。かわいい。の顔かわいい。ねえ、かわいい。みっつり、みっつり。なんでさ、ここまで胸出して、でもめっちゃおっぱい綺麗じゃない形。うん。うっ。煉獄さん怪我してない？煉獄さん、ちなみにみつりさんのこの胸言った時なんて言った？父、出過ぎだぞ。あられもないな。いいな、ね、言葉の選び方好きだわ。キューポスおじじい。いや、いいね。え、このダスクめっちゃ美女よくない？顔よ。また位置やってる。またこうやって。江戸川コナンじゃん、こんなん。江戸川コナン。ドゥ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 。ほら、見て、背景もコナンっぽい。え、かわいい。ね、ちゃんと通り部のやつ、目のハイライトないんだね。ないね、いいね、こだわり。で、これだけだと思ったら、なんかもう一個入ってた。うわー、色違いバージョンだ。セピアカラーあんまり好きじゃないんだけど、これ、これいい、めっちゃセンスいいね。これいい、これいい。2つともくれるんだ。そして、なんかね、ヤバげなものが入ってんだよね。じゃん。うわ、これほんとかわいい。そう、かわいいんだよね。ダショのクッションと、と、え、これやばくない？これいいね。誰もいない世界がこんなに人増えたよねっていう。うわ、よい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 。そして、じゃん。うわ、これもめっちゃいい。え、めっちゃかわいい。ありがとう。すごい、ほんとに全部景品だったね。すごい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、もうやばい、ね、すごいやばそうなんだよね。上から見てやばいの分かったって。もうこういう歩き方しちゃう。テキテキテキ。やりすぎやりすぎやりすぎ。これだってさ、1個あたりがめちゃめちゃ高いんだよね。え、買おう買おう買おう。まずこちら。え、おいしそう。鍋用太麺ちぎれ。おいしそう。私なんだよ。はい、どうぞ。いいんだ。じゃん。お、めちゃめちゃ大量のグッズが入ってて、ありがとう。下に、豆乳、うわうわうわ、キムチ、うわうわ、最高やん。で、うわ、何、うわ、濃厚味噌鍋、最高、ラーメン、締めは味噌バターラーメンがおすすめ。で、これ、うわ、これで、これよ、からの、わー、これめっちゃ美味しいんだよね、焼きあごだし。ザー、雑炊にして。ザー、雑炊にするわ。ザー、雑炊にして。まだある。あ、うわ、もう一個ある。おかわり、ありがとう、めっちゃ美味しい。あ、うわ、教養、とてもパワーと勢いがある作品です。オーディオコメンタリーも独特の演技でおすすめです。はいはいはい。キルラキル聞いたことある。これはね、もう不屈の名作と言われた。そう、超人気作品。完全生産限定版ブルーレイディスクボックス。え、高いんじゃない？ボックス25まで入ってる。え、マジで、え、見たい。取られた。じゃあこの小物グッズいきますか。え、何入ってんだろう。うわー、こういうの楽しいんですよね、本当に。え、これいいぞ。僕らね、あんま言ってないけど、タイバニ好きで、これ、そう、タイガー&バニー2のアクリルスタンドだね。ネット売り限定。ね、一番くじあったみたい。え、こんなのあるのね。マレマレの誕生日書いてあるネックレス。僕は、リゼロのアクリッツキーホルダー。うわぁ、早く3期見てー。3期やんなって終わり方なんだよね。あ、そうなの。もう2期で、もう十分幸せって思ってる。あぁ。いや、でも幸せがずっと続くかもしんないよ。そうだね。そんな作品なわけあるかよ、あれが。え、これ、みつりさんの表情、神なんだけど。三井さんとおばなじさんのミニリディア、かわいい。え、とこうしてて、あたしも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 、ダッキーが起きちゃった。なんか梅干しみたいな色してる、ね、やめて。ダッキーの顔、梅干しみたいな色してるね。顔じゃないよ、褒めんなよ。見て、かわいくない？で、かわいい。 YouTube のあの鬼滅の考察やってくださるのは全然いいと思うんだけど、ああ、はい、サムネでさ、漫画のシーン使って、鱗滝引退の真の理由みたいな、昔の鱗滝さんの画像とか使ってネタバレすんの本当にやめてほしいんだけど。
顔。これめっちゃ可愛い。そうなの、僕もついてたそれ。ちょこんと乗っかれミニキャラアクリルスタンド、めちゃくちゃ可愛いよね。そして鬼滅つながりで、え、めっちゃいいじゃんそれ。そう、煉獄さんの回復のキーホルダー、めちゃめちゃ可愛い。めっちゃいいね。私はね、じゃーん、結構珍しめのグッズ多いよね。ツムだ。そう、ツムのピンバッジ、かわいい、かわいいからのね、ガチャガチャの概念系のやつ。やコンパクトミラーだって。え、それ入ってないわ。積年の恨み果たします。銀時三つ、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 銀時三つ。ここからめっちゃやばいんだよな。でもどこから行けばいいんだろうか。え、やばいって、やりすぎ。まずこちら、はい、え、これポタちゃんってなってるけど、こっちがジェノンちゃん、私で、こっちポタちゃんだよね。こっち僕だと思うよ。じゃ逆にさせていただくね、うん、エミリアのメンドロイド、しかもさフード付きなんだけど、めちゃくちゃ可愛い。私はアーニャ。可愛い。このアーニャの表情豊かな感じがちゃんと出てる。え、めっちゃ嬉しいんだけど。てかもう出てるんだスパファイ。確かに、はいや、確かに。よいしょ。これ多分知ってる人からしたらね、めちゃめちゃやばいものが入ってます。おう、あ、やばくない？え、これ確かね、1個あたり結構なお値段するんだよ、ね、だから私たち買ってないの。めっちゃ買おうか迷って買わんかった。そう、発売日の関係でお渡しできなかったものは次の機会に送らせていただきますね、じゃないんだよ。では行きますか。じゃあ私からまずこちら。うわ、皆さんここからお察しだと思いますが、このシリーズが今から大量に現れます。マジで？ルカップスパファイのアーニャ、こういう感じで上目遣いになってるんだけど、こんな感じでおやつあげれたりするんだよ。かわいい。めっちゃかわいくね。アーニャ似合うね。で、で、うわっ、わわ、ねえ、すごい。え、かわいすぎる。そして私は3つ目が、これポタちゃんに買おうと思ったけど売り切れてたって言われたレオナです。え、顔かわいい、レオナ。編集机に置こう。いやよ、私は3つ。私はね、僕なんと4つあります。やばくない？本当に高いんだよこれ。うわー、うわー、かわいい。めっちゃいい顔してる。カリム君のルカップ、似合うのが。なんかさ、目そらしちゃうよ僕。なんだ、わー、カモ誕生です。ねずこ、てことは、てことは、うわー、嘘、マジやばすぎ。これポタちゃんも編集机でしょ。置きます。だってこうやってさ見つめてもらったらさ、いくらでも編集できるくない？頑張るよ。え、やば、やばくない？やばいやばい。え、だってこれ店でしかこんな量見たことないね。え、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ではでは、最後にこのめちゃめちゃ注意書きが貼られてる超デカ段ボールいきますか。デカすぎでしょ。箱つぶれ現金って書いてあるけど、めっちゃつぶれとるわ。なんかね、来た時からちょっと潰れちゃってた。そうなんだよね、うん、では最後の開封です。はい、いくよ。うわ、もう最後、最後だよ。あんなにあった段ボールも怖いな。何が入ってるんだろう。量やばそう。どれも重量、え、16茶。これ僕が高校時代めっちゃ好きだったお茶。はい、ありがとう。いや、梱包丁寧。めっちゃ丁寧してある。え、わお、なるほど。な、何が入ってるの？わかんない、怖くなってきた。じゃあこれから。何それ。あ、これヤンジャンのやつだ。こんなすごいの、ヤンジャンのやつって、ね、裏のアクアちゃんもかわいい。へ、かわいい。今回で4回目の発送になります。4回目。前回欲しいものに刺さってたみたいなので、今回は控えめになるべく今まで送られてないものをチョイスしたつもりですが、かぶったらごめんね。お茶筅に16茶入れときました。数あるお茶はあれの16個も味が混ざってるお茶は見たことがない。にわかなんだよね、お茶筅に。あんまり見ないので、持ってればこれ。いや、わかんない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 。え、なに、わかんないわかんない。もうどれから行けばいいかわかんない。あ、なんか、え、なにこれ。え、え、すごい。え、え、なんかめっちゃ入ってるよ。え、なになに。ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いてみんな。
僕ら動画にした作品ですね。そうけど今は非公開。この動画のファンがいて本当に見返したいんで、どうか見れる機会を設けてくださいませんかってやったから動画データあげたんだよね。そうそうそうっていうコアなファンもいる動画が現在非公開。こちら、うわ、ジャングルはいつも晴れのちぐ OVA や。 OVA？ え、初めて見る私、ね、もうさ、子供生まれてるよ、アメくん。え、ほんとだ。え、やば。え、なんか後ろ可愛くない？え、可愛い。僕ら大好きなんですよ。そうなんだよね。私たちと同世代の人はね、キッズステーションで絶対見たことがあると言っても過言ではない。そうそうそう、このアニメ見るために金曜日のプール終わった後、お母さんに猛ダッシュで帰ってもらっとったもん。あー、そうなんだ。うわ、いいな。じゃあこっからはポタちゃんに、なぜかポタくんに読んでもらいたくないので送りました。あ、なったのでだ。あ、なったの。いやー、重たい。茶重そうですが、なんだろう。ちょっと、これは練習日悪いわ。ブラックジョークだわ。これ大丈夫。ごめん、これちょっと NG です。これちょっと NG さ、すいません、 NG なものが届きました。ガチでポナちゃんが面接で何度かね、自分の本名を出したことがあるんですね。そう、漢字まで全く一緒。メッセージが何だって。なぜかポタ君に読んでもらいたくなったのに。わざとやってない。しかもあの流れすごい完璧だったのがさ、もう本当に気をつけてねって、こっから上は映しちゃダメだよ、分かったっつってパッて映したんだよね。ポタちゃんのことをね、ポタ君って呼ぶ人はね、数少ないんだけど、うん、少ない、その中の一人。ドドン。わあ、え、なにこれ、面白そう。 2.5 次元の誘惑、面白そう。二次元キャラクターリリエルを愛す奥村に密かに恋するミカリは、人生初のコスプレで奥村を誘惑してみるが、エッチすぎ。そして私さ、漫画さ、紙じゃなくてデジタルだったら見れるから、いつかさ、持ってる紙がデジタルにできるみたいな。めっちゃわかる、それ開発してほしい。僕もやってほしい。そしたらみんなからの吹きを見れるのにな。え、何？ポタちゃんこういう系好きそうじゃない。絵がタイプ。ジモグリリンゴと金魚鉢男。聞いたことある。本当？有名なの？うん、男子高校生コウスケはジモグリの、ジモグリで合ってるよね。だと思う。リンゴちゃんと共に金魚鉢男に立ち向かう。いや、全然何も言ったか分かんない。異形の吸血鬼金魚鉢男、彼は頭部が金魚鉢で雨上がりに現れ、人を生き血にすする。吸われた人間はほどなく金魚になってしまう。はいはい。それを阻止できるのはスクール水着がユニフォームの通称チモグリと呼ばれる少女ね。なるほど。え、なんか好きそう、ポタちゃん。世界観作り込まれてんね。よくわかってる ね。あー、なんかこういうのも好きそう。残機99。うわー、おもろそう。アルバイトの面接に出かけた新田明は気がつくと番号の入った体操服を着せられ、出口のないだだっ広い広い部屋に多くの女たちと共に閉じ込められていた。彼女たちは番号順にスクリーンの向こう側へ転送され、目の前に現れたモンスターになすすべもなく無残に殺されていく、デスゲームだ。いや、僕好きなん分かってるわ、これ。へー。そしてこれはなんとね、うん、僕読みました。あ、読んだんだ。読みました。これこれもデスゲームだ。めちゃくちゃおもろいっす、この作品。たとえ灰になっても。そう、これいいんだよな。へえ。めっちゃね、絵かわいいじゃん。うん、えぐいえぐい。なんかこのデスゲームをクリアすると願いが叶えてもらえる、ね。うん、まあ、殺され方とか、あとデスゲームの内容が結構もうトラウマになるレベルの海猫みたいな感じ。まあ、そうだね。あ、割とマジで海猫チックなえぐさの、あれえぐいな作品です、ね。これさ、つい最近ね、使い込みすぎて古くなったからちょっと捨てちゃったんだよね。めっちゃ亀裂入っちゃってね。そう、そんなものが運命的に新品で届いたんですね。リポビタンデーコラボのミューズちゃんのコップ、プラスチックコップね。そう、めっちゃ使いやすいんだよ。そう、大容量で良かったんですよ。石器時代のプライズ出てきた缶ティッシュケース。何それ、知らないグッズが次々と出てくるんだよな。本当に、てかみんな僕らが知らんグッズ知りすぎね。確かに。どうやって調べて。逆にうちらが知らなさすぎる。そういう可能性もある。トサカ見えてんだよな。チュンなチュンな。あ、これはゼノンが一番好きな衣装の夢と見た。衣装がじゃない、曲が好きなんだよね。すごっ、ピンポイントで。すごいよ、狙い撃たれてます、これ。まだ行ったんだよ。え、なになに、なによ、おもろおもろ。数ある、内田彩は知れぞ。内田彩は知れぞ。この内田彩は見たことがない。内田彩仙人、内田彩の、内田さんの、おうっちー。え、アニメート出張版だそうです。どういう状況なんだ。アニメートポイント景品。え、
ジャイアじゃん。マジかよ。え、これは動画で見た記憶がないので。え、どれサムネです。なんだ。ああ、なるほど。え、確かに持ってない。これを手にする前にコンプリートボックスで音源を手に入れたから別に持たなくてもいいやって思ってたんだけど、確かに手元にあると熱いよね。うわ、これやばくない？アニメ1期のブルーレイのコンプリートセットを買った人のみにもらえるプアプアオって曲なんですけどこれしかも単品でもとんでもない値段で今取引されてるんだ。まあでもコンプリートボックス出てからはちょっと値段が落ちたんだけど、うん、CD 自体はその運万円をかけた人しか手に入らないっていうめっちゃレア商品な。やば、初めて見たんだけど中身。ねえ、サイレントナイトとか持ってんのよ。ねえ、これプアプアオだけ持ってないの。そう、プアプアオが一番高いの。そで、そのコンプリートボックスでみんなようやく音源を手に入れることができたの。でマジでレアグッズなんですよ。やっばで、これはね、私もね、名前は存じ上げてるんだけど、うん、どうやら歌が上手すぎるみたいな。あ、そういう情報だけは知ってます。星町水星さん、ファーストテイクにもご出演なさってた。聞いた。 V だから可愛い萌え声系なのかなって勝手に思ってたんだけど、うん、もう聞いてみたらバリバリのアニソンとか歌ってそうな、いいね、結構かっこいい系の声なんだよね。いいですね。ゼノンちゃんの声と相性が良さそうなのでって書いてあったので練習します。ありがとうございます。映像特典のウッチーが可愛いのでぜひ見て。だそうですよ。キディガーランド。え、あやちゃんのさ知られざる姿を。だね。え、私こういうさ推しの作品を見てこなかったのよ今まで、はい、ちょっと見ていこうかなって。ありありあり。なんと全8巻。すごすぎ。なんでこれは普通にこの声優2人でゲームをするっていう映像作品。え、かわいい。そう、めっちゃね、あの三森すず子さんと徳井沙羅さんとも可愛かった。の DVD たち。こんなコアな、ね、あやちゃんがもしこの動画見たらそんなとこまで知ってんだって思っちゃう。柔らかいとこくじかれてますって。ミシロードラバーマットコレクション。何ラバーマットって何？コレクション。でもラバーマットだから机の上とかに置ける。あ、カードとか。あー、プレイマット的なかな。かわいい。これいつぞやのっていう小鳥の T シャツ。なんで持ってるん？どっからも掘り出してくる。え、ちょっと待って、運命感じたんだけど。いい、この番号私の誕生日なんですけど。お前お前、そういうことなんだよね。私と小鳥は運命ってこと。そしてこれやばくない？レースクイーンの。そう、レースクイーンのニコちゃんのタオルもあんの？グッズにらしいよ。特許出願中。超吸水性タオル。ええ、え、やばいでしょこれうわー、やってるわこれ。え、でこれ、これは何？あー、これチーズが特典だ。え、待って、これやばいやつじゃん。ね、おい、これ伝説のやつやん。どこまで喜べばいいんだよ。これさ、どこでこんな見つけてくるんだろうね。じゃあこれから行くか。そうだね。いや、もう怖くなってきた本当に。見返り求められてんのかなそんなことねって。え、え、これやばいよポタちゃん。え、これやばくない？キングヒーロー単勝って書いてある。有馬記念、有馬記念でキングヒーローにかけとるよこの人。しかもそれ取ってんの、こんな状態。え、だよね。え、すごっ。初めて見たんだけど、ね、何をもってさえ、この人ってさどういう人なん？本当に気になっとる。どういう方なんかずっと気になっとる私は。だって状態がいいんだもん。そうなんよ、ね、こんな古の。だってキングヒーローのやつ何年って書いてあったか。2000年。2000年だよ。視聴者生まれてないやつおるって。しかおらん。ミューズプッチョちゃんコンプリート。よし、押し当てようっと。これ、いや僕はこれだね。南かたりです。錦の巻なんだけどね。テラヤンです。それでは皆さんご一緒に、ニッコニッコニッ。全然関係ないよ。星空ミンです。意味わかんない。そして、いやわかんない。どっから行くのよってんで。わかんない。私はこれがすごく気になる。え、と、え、近い近い近い。そっち。そっちって何？もうなんか私中古ショップ行かなくなりそう。みんなのこと当てにして当てにすんな当てにすんな。あっ、クルミノアです。ゼノンの推しです。私の V の最推しですくるみのは。俺行くのよってんだい。これ何？え、スマホリング？なんでこんな？
のあるん？もうちょっとちゃんと手紙に説明を書いてほしい、ね、どうやって手に入れたのか、どういう経緯で送ったのか、どういう気持ちなのか、あまり見ないのでで済ませんでほしいんだよね。そして状態が全部いいの、南小鳥のスマホリングホルダー、こんな状態いいことある？箱が一つもへこんでないんだよ。いつ売ってたのよこんな。すごくない？じゃあ僕これよくわかんないの。矢沢ニコちゃんの折りたたみミラー、これもなかなか見ない。小鳥のセガのスノハレのキーホルダー、え意味わかんない、どこで手に入れるの？粗品みたいな感じでさ、すごくない？入学した時もらえるやつやん。マジで嬉しい。ちゃんとこのさ生地も粗品っぽいゴワゴワのタオルなんだよね。え初めて見たんだけど、どこにゲーマーズ限定商品売ってたんだ。これもかなり古い、一時期流行った謎のねレースブレスレット。そんなことある？残にさ飛行機の柄も書いてある。すげえ。これなんと晴れ雨兼用折りたたみ傘らしいです。すごいすごい。なんですごくない？何そのグッズ初めて見たんだけど、何個出てくる？サムネ撮ってる。ああごめん。え、なんでこんな状態いいん？マジで本当にそれが不思議でならん。全て謎、ね、どこから手に入れた？なぜ状態がいい？そんな人なんじゃないかなって思ってる。若干疑い始めるよね。ね、あまりにも商品のことをね知りすぎてる。いやそうなんだよね、これもう関係者よ。全部新品なんだよね。え、やっぱそういうことにしとこう。うちらの方がもう納得いくもん。これ多分ねラブライブのね関係者送ってきてんのじゃないと理解できないもん、私たちの送る理由が。本当にそう。関係者もなんで送るか。確かに懐かしグッズ系、ライブ物販系の小鳥で、私なんか手に入れてこれ真っ黄色だったんだけど、なぜか白い。なんで？これもめちゃめちゃレア、バックマスコットチャーム。誰誰？小鳥。うわ、これはねラブライブの原作が載ってるとで噂のジーズマガジンの当時の付録なんで、マジで出回ってないやつです。まず一つ目、琴穂の。うわぁ、もうシャワータペストリーだからめっちゃでかいよね、その概念。2013年の付録だって。やばで、こっちが2013年。え、じゃあ私も開けてみんなに見せるわ。ゼノンのね、伝説って言われとるやつだからね、これ。え、シャワー用だ。フックついてる。本当にシャワー用だ。シャワー用って何？でも材質本当に濡れても大丈夫な。え、本当に？え、え、やば、平成の矢沢。ね、見たことない。緑だもん、ニコちゃんが。何これ。じゃあ私、伝説の南行きます。はい。やばー、こんなでかいの。伝説の南にも程あるだろ。これタペストリーは割と出回ってるんだけど、この組み立て式のタペストリーは本当に出回ってないの、見たことがない。あったらだって私買ってるよね。みんなドエロすぎるよね。知ってるでしょ、オーガン広告使ってエッチすぎるんだよな、そのぐらい。ここはちょっと私の自室に貼らせていただきますね。本当にやっぱ関係者なんだ。じゃない。皆さん、こちらのボックス見たことがありますか？私はありません。なんとこちら、スマートフォングッズセットが入ってるんだけど、ここ見て驚くなかれ。これシリアルコードの有効期限の1年前のはずなんよ。ってことは？え、このほのかちゃんってこんな謎グッズの特典だったんだね。ってことだよね。開けたくない。開けたくない。だってさ、モバイルバッテリーのことさ、バッテリーチャージャーって書いとる時代よ。やばくない？本当に初めて見た。やば。最近のさ、ゼノプロを見始めた人からしたら、ラブライブなんとなく分かってきたかなって思うと思うんだけど、この絵柄知らないでしょ。ちょっと違うんだよね。アニメ化前のイラストはね、伝説時代って呼んでて、この時の作がマジで、そう、一番好きかもしれない。ミューズバースアニバーサリーセカンドシーズン、うわお、のこれ、やばくない？これさ、私スクエスのカード一覧の中にこの小鳥あるんだってくらいしか知らないの。ダーツの小鳥ちゃんね。そう、でこの中に全然絵柄が違うコッティのサーが入ってるらしい。これが私用、ポタちゃん用がこちら。これも初期ニコちゃん。このニコちゃんはね、シークレットでラバストになってたりする柄だったり。あー、え、やば、これやばいな。これ全部アニメ化前の MV のニコちゃんたち。ポタちゃんのが何がやばいって、私のはセカンドシーズンのやつなんだけど、これファーストシーズン。で、これ同じくセットのやつ、こんなグッズが入ってるらしい。やばいやばいやば、え、開けたくないってマジで。そんなセカンドシーズンがこちら。なんであんの？え、見て、だってこれさ、これ僕、これニコちゃんのポーチさ、パッと見偽物っぽいもんね。やばこれマジで。これゼノン買ったん見て欲しかったんだよね。
なんで？ラブライブを知らない人はさ、今の価値まではさ、まあなんかすごいんだろうなってわかるじゃん。今もらったのこういうこと。私たちからしたら。そうよ。何が入ってるの？これ知ってるわ。シャネルって美容グッズめっちゃ出してんだけど。はいはいはい。私こういうの買う人ってマジ金持ちだけだろって思ってたんだけど、これ何入ってると思うみんな？コットン。え？やばくない？コットンだけで売ってんの。シャネルが。怖くない？怖。え？だってさ、見て刻印してあんの。やば。使えるわけなくない？めっちゃ質いいってこと。おい触んなって汚い手で今。柔らか。お前、これ一枚あげるじゃん。いいの？うん。いい？ちょテイスティングして。私もしたい。柔らかい。逆側でやろう。あら。気持ちいい。なんでシャネルがコット売ってんの？いただきました。コットンキャンディ AAO。はい。というわけで期間限定で、しかもクレジットカード払いしかできないっていうなんか縛りがあって、こんなにねたくさんの人にいただけるなんて想定してなかったんですよ。意味わかんない。本当に愛されてるし、よく知ってくれてるんだなっていうことをよく感じ取れました。本当にありがとうございます。そしてお手紙もね、時間ある時に読ませていただいてるので、とてもバイタリティを受け取っています。こういうことがね、できない人は本当に謝らずに、私たちコメントだったり、動画を見てくれたり、高評価だったりっていう、そういうのだけでも本当に支えになってるし、こういうね、素敵な家につながっているので。動画見てくれるだけでいいんだから。そう、うん、っていうのが YouTuber のいいところ。これからもね、皆さんの生活のお力添えになれるように頑張っていくので、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画に少しでも、この幸せのためと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。概要欄に全部グッズのテーマ曲、バイタリティのリンクと、各種 SNS のリンク貼っておきますので、ぜひともフォローお願いいたします。ありがとうございました。ありがとう。